そうですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。はい、ということでね、今日はね2回目なんですよ。この前ね5本撮りやって、今日はね2回目ということでね、楽しいですね。まあ、役に立つっていうことを捨てるということで、まあ、ちょっとね皆さんの子どもの教育とか、仕事とか人生、まあ、ビジネスに意味のあるお話をしていきたいなというのがこのコンセプトです。で、今日のテーマはねあれです。何やったかな。あ、分かった。幸せの最上級は努力では得られないということです。幸せのその先は努力だけでは手に入らないということ、これなんですよ、これなんですよ。でね、ちょっと前までは、いや35ぐらいまでは僕はね努力することでどんなことでも手に入ると思ってたんですよ。努力をすればするほどできなかったことができるようになるし、できることはもっとできるようになる、つまり成長していくって、どんな目標も努力なしでは叶えることはできませんって、そういうふうに思ってたんです。だからね、僕は30の時にね留学をしたんですけど、25歳ぐらいの時に留学をしたいと思って、その時は僕英語ゼロですよ、英語ゼロだったんです。英語ゼロの状態から、まあね、英語ゼロで、全然嫌いやったんですよ。全然大嫌いやったんですよ。だってもうあのね、高校2年生の時に英検準2級を受けて以来、そっから英語のこと全然勉強してなかったから、エスカレーター式のね学校やったからね、中高大っていう風に学校やったから、センター試験も受けてないし、だから英語の勉強はもう全然してなかったんですよ。で、大学入ったら入ったで部活三昧やから、もう英語はね、高校2年生の冬以降、高3、大学1、2、3、4で社会人の1、2、3、8年ぐらい営業、全然営業じゃないわ、英語全然勉強しなかったんですよ。だから苦手やし嫌いやし自信がなかったんですよ。でもその状態で僕はね、なんとね大学院に留学したいと思ったの、アメリカの。英語ゼロですよ、英語ゼロの僕がアメリカの大学院で心理学を学びたいって思ってしまったので、まあやらないとダメじゃないですか、英語その状態やったらね。まあ、どうにかして英語ゼロの状態で、まあ具体的に言ったらTOEFLの77っていうスコアなんですよ。ものすごい高いんですよ、ものすごい高い。そこをどうやってやっていくのかって、もうこれ努力しかないと思って、もうなんていうかね、もう好きとか嫌いとか得意とか苦手とか自信があるとかないとかじゃなくて、とにかくやるんだ、とにかくやるんだ、とにかくやるんだっていうふうに自分にスイッチを入れて奮い立たせて努力して、そしてね、そして努力して頑張ってきたんですよ。5年間ですよ。振り返ればその5年間も地獄でしたよ。だってね、サラリーマン、営業のノルマがあるんですよ。普段8時間ちゃんと働いて、その終わった後に英語の勉強3時間毎日やってたんです。5年間、ものすごい苦痛やったし、しんどかったんですよ。でもその結果アメリカの大学院に合格ができたんですよ。目標のTOEFLの77に行けたということで、その経験を僕はしたもんだから、やっぱり努力をすればそこの自分が行きたいところに行けるっていう感覚がね、どんどん備わっていったんですよね。で、これね、あんまり良くなかったんですよ。もちろんね、頑張れば頑張るほど比例的にね、なんていうか、これ比例っていうのかな、こう比例っていうか分からないけど、1頑張ったら1成長する、2頑張ったら2成長するみたいな、頑張ったら頑張っただけもちろん成長はするんですよ。でもね、しんどいんですよ、苦痛なんですよ、ストレスなんですよ。だからね、もっとね効率が良くて、目標を達成する方法があるんじゃないかっていうことなんですよ。それをね最近ね、ずっと頭の中ではあったんですよ。努力だけでは幸せにはなれないっていう、幸せのその先にはいけないって、目標を達成できないって思ってて、それをねつい最近体感したんですよ。それがね、まあ、ずっと言ってるやつですよ、夢中ですよ、フロー状態ですよね。フロー状態っていうのはもう極限の集中状態ですよ。自分がやりたいって言って自分が選んでいるし、大好きだし、もうなんていうか、何時間やっても全然疲れないんですよね。全然疲れへんし、すごい集中状態だから、すごいねインプットの質も量もね半端ないんですよね。でそれを終わった後も全然疲れてないんですよ。これってすごくないですか。
だから努力をしたら、もちろん努力したら成長はするけれども、そもそも成長するために大事なことっていうのは夢中になること、もう自分がフロー状態になって最高の自分がそこにあることやと思うんですよ。だから最高の自分がそこにあるんやったら、いやいややってたり、もう無理してスイッチを入れるっていうやり方じゃなくて、自然にやりたいからやっているっていう状態ね、自分が選んでやっていて、もうなんていうか飽きたらやめようっていう状態、そういう状態、いわゆる夢中状態、フロー状態、ゾーン状態、その状態の方がやっぱりね、目標に達成するスピードは速いんじゃないかなっていうふうなことを結構実感してて、今これ YouTube もね全然疲れないんですよ。今までやってた YouTube ね、一つのだいたい5分とか10分とかのね、動画を撮るのにだいたいね1時間半とかかかってたんですよ。今これねテイク1じゃないですか。テイク1だからこれ多分1本8分の動画やったら8分で終わるんですよ。で編集もなしなんですよ。でね、その質がどうっていうのは置いといて、質がどうとか置いといて、僕全然疲れないんですよね。全然疲れないし、 YouTube 早く撮りたい早く撮りたいっていう風になってしまって、実はこれ4日前に撮ったばっかなんですけど、本来なら1週間後に撮るんですけれども、この4日後にまた撮りたいってなったから、もう自然に足がこっちに向くんですよね。はい、だからそのエネルギー感って伝わるじゃないですか。こういやいやスイッチ入れてなんかこう論理的にね説明する、まあ、それはありなんですよ。それはありなんだけど、その土俵で戦ったら僕は勝てないんで。だってね、有名な人がどんどん YouTube にやってきて、その道のプロですよ。専門家がやってきて、プレゼンがうまくて、動画の質も良くて、そしてすごい有益な情報をや配信すると、その路線ではね、勝てないんで、その路線では勝てないんで、僕はそのままの自分のエネルギーをこう発信するということで、ちょっとでもね人生って意味のあることなんだなっていうことを感じてもらうっていうことが僕の中のミッションなんで、それを考えた時に僕が夢中になっていないと、僕が本当に伝えたいってこのエネルギーが皆さんに伝わらないと、それ伝わらないんですよ。ダメなんですよ。だから無理やりなんとかスイッチ入れよう、ポチ、はあ、頑張るぞってやって、もうそれ作られたものなんですよ。まあそれはあれなんですよ。そういうふうに無理やりスイッチを入れてやらないといけない局面で頑張る、それも大事な力です。それも大事な力なんだけれども、それと同じぐらい、もしくはそれ以上に大事な力は夢中になることです。夢中は努力に勝てない、あ逆や、努力は夢中に勝てない。これ一番大事なセリフだったんですけどね、努力は夢中に勝てないんですよね。やっぱり自分がやりたくてやってて、どれだけやってても飽きないんですよ。あ、もうこんな時間かって。そうだから、いかに自分の最高のパフォーマンスを出せる状態を整えていくのかってことです。フロー状態ですね。スポーツ選手で言ったら、その試合当日で自分の最高のパフォーマンスを出す、そのために毎日の練習で、それを出せるようなトレーニングをしてるんですよ。もうフィジカルのトレーニングもそうやし、スキルのトレーニングもそうやし、もちろんメンタルのトレーニングもそうです。でそういうふうなことをすることで、オリンピックのその当日、その1点で自分のパフォーマンスが出せるってことなんですね。だから僕たちもその自分の最高を出すってことはコントロールできることなんですよ。これフロー状態を自分で作ることができるんですね。だそういうふうにどうやったら自分の最高が出せるのかっていうことを、ちょっと僕はデザインしながら毎日生きていきたいなっていうことなんです。そうで僕はね、そもそも、あ、これも言わせてたんですけど、夢中になるっていうのはもちろん成長するためにも大事やし、目標達成するためにも大事なんだけど、そもそもね夢中になってるその時間そのものがねハッピーなんですよ。いや、ハッピーなんて生ぬるいもんちゃう、もう喜び、歓喜ですよ。もうハッピー、幸せっていうのはどちらかというとストレスがなくて快楽な状態、あ、なんか幸せやな、こういう幸せもあります。丸です、丸です。で僕が本当に求めているのは幸せのその一歩上です。その幸せの一歩上は、もしかしたらやりたくない苦痛があったりストレスがあったりするかもしれない。でもそれを乗り越えた時に湧き起こってくる歓喜ですよ、喜びです。その感じを僕は体感したいんですよ。でその歓喜を味わえるのっていうのは、やっぱりね自分の最高を表現してる今なんですよ。今僕ね多分自分の最高を表現できていると思うんですけど、今この瞬間僕歓喜なんですよ、喜びなんですよ。これが幸せの最上級、幸せの一つ上やと僕は思ってて、その喜び、歓喜、それを味わうために大事なのは、やっぱり自分の最高を表現することかなって思ってます。はい。だから自分の最高を表現するにはどうしたらいいんだろうっていう問いを僕は投げかけ続けてます。だから自分の最高を表現するには、毎日自分の最高を更新し続けることが大事やなと思ってるんで、だから僕はその毎日やることを決めて、コツコツコツってやってます。地道ですよ、本当地道。ツイッターね10ツイートするとかね、コメントを、まあ最低でも50コメント
するとかね、ツイッターでね。でいいねはね、あの限界値まで、まあ、500が限界値ぐらいなんですけど、500のいいねのボタンを押すとか、これめちゃめちゃあれじゃないですか。でもこれも本当にいいねと思った投稿しかいいね押さないですよ、もちろん。そこは嘘になるんでね。でそれをちゃんとやるっていうことがまず一つやったりとかね。あと YouTube を投稿する、僕毎日投稿するって決めてしまったんだね。 Facebook のライブでね言ってしまったんですよ、毎日 YouTube を投稿するって言ってしまって、もう書いてしまったから、もうそれはねやるんですよね。自分の約束を守る、これね僕はめちゃくちゃ大事だと思ってるんで、その YouTube の投稿するってこともそうやし、あとはそのブログ、これはね毎日投稿はちょっとね、もう今ちょっとやめてるんですけど、最低週3の投稿をするということ、それを今僕は毎日の積み上げっていうことで意識してやってます。そうすることで自分が更新されていって、自分ができなかったことがどんどんできるようになるし、自分の最高が昨日よりも今日よりも明日、前へ上へ上へっていうふうに上がっていくと思うんですよ。そうすることで今この瞬間僕は自分の最高を表現できているというふうに思ってるんです。で今のこの自分の最高、僕の最高を皆さんが見てもらって、あれしょうもないなと思っていただいても全然丸なんですよ。全然丸だって、これが僕のベストなんだから、もう仕方ないんですよ。どんだけ振り絞ってもこれが僕のベストなんだから、今日の時点のベストなんだから、それを包み隠さずも表現します。そんな感じです。はい、だから今日のテーマは、幸せの最上級、それは喜びであり歓喜である。で生きる喜びをもっともっと体感するためには、自分自身が夢中になることが大事だということがテーマでした。じゃあどうやったら夢中になるのっていうこと、これはね僕アメリカでメンタルトレーニング、どうやったらピークパフォーマンス、フロー状態に導けるのかっていうトレーニングもやってきたんで、また機会があれば紹介したいなと思っております。という感じで、このミスターおかっちのこの番組では、なんというか、人生とか仕事とかビジネスとか教育においてちょっと意味のあることを配信していきたいなと思っております。だからよかったら皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。で、あと一つね、これ見終わった時にもそのまま切ってしまうのではなくて、よかったらね、いいねボタンとか、あとねコメントとかいただけたら全部見てますので、ぜひそれやっていただいたら僕がググーンってね夢中になって最高のパフォーマンスができるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、という感じで今日はこれでおしまい。はい、じゃあ皆様素敵な一日を。さよなら。楽しい。